こんにちは、ペイです。今日は息子にずっと二段階認証をせがまれてて、ずっと前からやっててできなかったんですけれども、昨日簡単にできたっていう話です。なんでこんなところにつまずいてたのかなっていうような部分で簡単にできたんですよね、それを解説したいと思います。はい、それではですね、左側がこれね、任天堂のホームページです。で、アカウントのところにも飛んでます。そんなに時間かけてご説明するようなものではないので、2枚こう並べてね、説明したいと思います。で、こっちがエピック側のアカウントのところですね。この2つが分からないってなると、ちょっと他の YouTube で見てください。今回は単純にここでつまずいてる人がいるんじゃないかというような動画になりますので、ここを見てパッとピンとこない人はもっと基本的な部分のところにで見てもらったらいいと思います。で、今これはね、2段階認証できてる状態の画面です。こちら側の名前とこちら側の名前が合ってる、ね、同じものであって、そして、ちゃんと二段階認証になってる、ことになってます。パスワードセキュリティのところに行けばね、出てたと思う。私の場合はSMS の認証にしました。これね、なぜこうしたかっていうと、メールでもよかったんです。ただ、メールアドレスが間違って登録されてたんですよね。で、フォートナイト側の、メールアドレスで、それを変えるっていうことが、なんかできないみたいなことを書いてたんで、一応はメール、それでもメールして、1週間後、多分来週ぐらいには届くと思うんですけども、待ってられないんで、一回これ SMS であんまり誰も説明してないからやってみようということで SMS にしました。で、簡単にね、SMS ということなんで、携帯電話に入ってくるんですよね。で、その番号を、入れればできるよなということで、できました。で、ここですね。ですので、今は妹も、うちの息子が妹も持って2段階、当然その前に2段階認証できてるっていう状態がこの画面です。名前、これ息子の名前なんですね。で、どこにつまずいてたかというと、ファミリーってところなんですよね。ファミリー、2人じゃない。私と息子がいるんですけれども、実はここの部分がね、私の名前になってたんですよ。私の名前になってる以上、いくらこれこう認証させようとしてもね、できないんですよね。全部できないんですよ、名前が違う。それに気がつかなかった。なぜ気がつかなかったっていうと、任天堂主に考えてたので、息子だから絶対つながるよなと思ってたんですよね。甘かったね、違ってて。ではどうしたかと言いますと、ここの部分を右クリックするとログアウトって出てくるんです。一旦ですから、親の名前になってるんだったら息子さんのアカウントにするんであれば、これを一回ログアウトして ID とパスワードを入れると、ここがその息子さんね、お名前が変わるっていうことなんです。で、これができて初めてこっちに移れるので、で、こっちへ来てサインするときに任天堂の ID とパスワードさえ入れれば、ここが簡単に変わります。そして簡単に変わったら、この二段階認証のところへ来て、認証コードアプリ、これね、結構Google のやつなんですけど、結構難しいかも。なので、こう SNS 簡単でしたね。メールですね、メールアドレスがちゃんと合ってるのであれば、これで認証さえすれば
験と言います。そういう動画でした。どうですか、ちょっとこれ参考になりましたでしょうか。もしわからないことあれば、ご説明できる限りご説明したいと思います。もしご説明できないレベルであればすいません、無視します、かもしくはいいねを押しときます。ではさようなら。